像、島達也像。島達也は、千葉県千葉市出身の元プロサッカー選手。YouTuber ーー。ポジションはディフェンダー。セントホースとマネジメント契約。妻は、牛尾田玲子。二児の父。小学2年生の時に兄に誘われて、サッカーを始める。小学6年時には、ジェフユナイテッド市原ジュニアユースのセレクションを受ける。 ものの、一時テストで不合格となり地元の生、浜中学に入学する。チームでは一回戦負けが多く、目立った成績を収められなかったが、個人では、千葉市トレン、千葉県選抜や関東選抜に選出経験があった。1999年度の全国高校選手権を制した私立船橋高校に憧れ、中学3年の秋に受験した。 私立船橋のセレクションに不合格となったため、一般入試で2001年に同校へ進学。1年生の7月に監督の布の慶一郎に身体能力の高さを見込まれ、FW から DF にコンバート、右サイドバックのレギュラーとして同年のインターハイで優勝に貢献。1年生で唯一優秀選手に選出された。 その後一学年上の大久保祐希と入れ替わる形でセンターバックとして2年時には全国高校選手権3年時には高窓の宮杯で優勝し高校生年代の3大タイトルを獲得した高校ナンバーワン DF として多くの J リーグクラブが獲得に名乗りを上げる中2003年10月に FC 東京への加入内定が発表されたまたこの年にはとして チームを牽引し、同期の石井秀則、カレン・ロバート、佐藤優也、鈴木治人、高橋正大らと共に、冬の天皇杯で3回戦に進出。J1 で優勝したばかりの横浜 F ・マリノスを相手に、骨格以上の戦いを演じたが、増島は後半終了間際に2度目の警告を受けて、退場。その後 PK 戦までもつれチームは敗退。なお、この試合の退場による、 出場停止処分は2週間後の全国高校選手権の初戦に課された。2004年より FC 東京に加入。第1節の新潟戦で早速公式戦デビューを果たした。同年開催の、A、FC ユース選手権では U-19。日本代表の首相を務め、3バックの中央に入り守備を統率。翌年のワールドユース出場権を確保したものの、増島にとっては、 PK 失敗やオーンゴールなど苦い経験を味わった。大熊清雄2 0代表監督からの信頼は厚く、ワールドユースでも代表首相を務め、全試合に出場した。2006年、J1 第6節横浜 FM 戦で FC 東京での初得点を記録。後半ロスタイムに、今野康幸のヘディングからの落としを、ボレーで蹴り込んだ。 同年8月より2008年のオリンピックを目指す日本代表が新たに発足し、増島もなお連ねたが、FC 東京では、モニはテルユキ、ジャーンの CB コンビに阻まれ、起用は彼らの不祥事などに限定され、レギュラーダッシュには至らなかった。2007年、日本代表から遠ざかりつつあった状況に、危機感を抱き、出場機会を求めバンフォーレ甲府へ1年間の、 期限付き遺跡。中心選手との一角となり、空中戦の強さを見せた。2008年は、京都さんが FC へと期限付き遺跡。レギュラーを確保したが、代表復帰は果たせなかった。京都では右サイドバックでも起用され、新たな武器として、ロングスローを放ち後期を演出した。2009年からは、京都へ完全一席。2011年、地元千葉県でのプレーを望み、 柏レイソルへ完全一席。開幕当初は右 SB として出場するも、その後は SB、坂井広樹の台頭や CB 僕東赤の離脱により、CB として出場機会が増えていった。最終的にリーグ戦では25試合に出場し、チームの J1 初優勝に貢献した。2012年も前年に続いて CB のレギュラーを確保し、 キャプテンの大谷秀和からキャプテンマークを託されることもあった。2013年は鈴木大輔の加入や橋本和の負傷もあり、序盤は左 SB として出場することが多かった。夏場以降、鈴木の台頭や自身の負傷離脱もあったが、最終的にリーグ戦25試合に出場。最終ラインのどこに入っても遜色のないプレーでチームを支えた。 2014年は、シーズン半ばまで、出場機会が得られなかったが、中盤戦以降は怪我人が出た、チーム状況もあって、先発出場の機会を増やし、公式戦20試合に出場。同年12月に、両足関節有利体除去手術に臨んだ。2015年開幕に復帰を間に合わせたものの、ファースト第2節仙台戦で、全十字人体を損傷し長期離脱を強いられた。 2016年開幕説で先発復帰。2016年12月15日、ベガルタ仙台へ期限付き移籍することが発表された。移籍期間は2017年2月1日から2018年1月31日までの1年間。なお、2017シーズンにおける柏レイソルトの対戦には出場できない。2017年12月27日。 ジェフユナイテッド市原、千葉へ期限付き移籍することが発表された。2020年からは、完全移籍にて加入。2020年12月10日に契約満了により、千葉を退団することが発表され、現役を続けるとコメントしていたが、同月20日に行われたシーズン最終節の日に、引退を発表した。2021年元旦、ユーチューバーへの転身を妻の牛尾田玲子が、 自身のインスタグラムで報告。家族4人の写真とともに、ゾウシマケチャンネルのチャンネル画像を投稿した。ありがとうございます。